間日のニューイヤー駅伝で過去最高の2位に輝いたスバル陸上競技部の選手らが県庁を訪れ山本知事に成績を報告しました山本知事を表敬訪問したのはスバル陸上競技部の奥谷渡監督やキャプテンの梶谷竜也選手など合わせて9人です スバルは元日に行われたニューイヤー駅伝に2年ぶりに出場し過去最高の2位に輝きました奥谷監督は群馬県民の皆さんにやっと恩返しができてほっとしています実力を高めて入賞の常連を目指しますと感謝の言葉を述べました。山本知事は、 スバルが2位に入賞したことは、群馬県にとって本当に良いニュース。来年の活躍も県民全員が期待していますと祝福しまして。選手からは、当日は風が強く、地元の血のりを生かせたといった大会の振り返りや、来年以降も群馬の皆さんに元気を与えたいなどの意気込みが一人ずつ語られ、次に向けて気持ちを新たにしていました。 自分たちが結果残したのは嬉しいんですけど、それ以上に群馬県の人たちが喜んでくれたことに対して、すごい喜びを感じています。今年は入賞をただ目標にしていたんですけど、来年は優勝を見据えた上でもう一度入賞すると、そういうところでチー,ムチームの強さをもう一度見せたいなと思ってやっていきたいと思います。